忍徳天皇陵子さんだけ。それで送ります。はい。はい、こんにちは。神戸のフォートタワーを取ってしまって、で2ポイント対2ポイントの同点になってしまったんですね。ここはもう普通に一番近くの梅田スカイビルを取ってしまって、でそれでそれ梅田スカイビルを取った後に神戸にまだ東総側がいるようであったら、もう新快速でぶっ飛ばして詰めていくというのをやりたいと思います。はい、ということで、ただいま時刻9時47分です。で15分にね、一回ね、一条方向会があるので、見てみたら、芦屋にいます。おそらくね、新快速にね、乗っていると思うので、とりあえずね、大阪駅のね、ホームに行って時刻表を見て、ちょっとどうなるのか、考えたいと思います。はい、ここには大阪駅が、ホームがね、見渡せるここ大阪駅の真上、時の広場というところに来ております。はい、でね、ここでね、まあね、一応ね、鉄オタみたいなことをね、やってるわけですよ。もうしっかりとね、電車鑑賞をね、ほらね、言ってるそこからね、はい、が来ましたよね。であそこには大阪環状線323で、さすがにねこれ上からでは分かりません。まあね、もうちょっとねこうやってねやってることだけでね、もう鉄オタ幸せです。はいね、うん、本当にまた奥の方から323系が来ました。全然間違えた。えぐい。ああ、ほんまやな。大阪のね、あんまり来たことないよっていう人はね、多分ね、わかんないと思うんですけど、僕は、ああ、ちょっと隠れて見えないんですけどね、僕はね、観覧車、ヘップの観覧車がですね、すごくおすすめでございます。一回行ったことあるんですけど、本当にすごい景色が良かったです。まだね、一応9時なんで、まだね、ラッシュが終わってないということで、お客さんもね、いっぱいいるんで、まあ、ちょっとね、今度お客さんが多い中ではね、ちょっとさすがに捕まえるということはね、難しいかもしれないんですけど、ポイントをね、取ることをね、まあ、自分たちもしっかり取って、で、向こうはね、捕まったらいけないんで、で、こっちが近づいてきたらね、多分逃げると思うんで、そのポイントを取ることを防ぐということもね、大事になってくると思います。では、10時ぐらいまでね、待っていきたいと思います。はい、ということで、大阪駅の中に入ってきたんですけども、9時45分のね、一条方向会の時に芦屋駅にいたんですよ。それで、芦屋駅、新快速乗ってると思うんですよね。で、芦屋駅からこの大阪駅って15分ぐらいで着くんですよ。で、計算したら大体10時ぐらいに着くんですね。だから多分、彼らの乗ってる電車はこの10時発の新快速、京都方面草津行きだと考えました。それで、リュウ君は入場券で入ってもらって、僕は IC カードで入っております。で、なので今快速前払い機が来ましたが、おそらくねここに乗ってると思うのでね、まあ、ここでね捕まえてね試合を終わらせていきたいなと思っております。はい、
ジか。いやでもなんかな、ちょっととりあえず位置情報の公開が遅れてるあるはずやから、それで送らなあかんねん。うん、うわ見てるな。ちょっと西の宮におる、降りとんねん。西の宮におる、降りとんねん。彼ら西の宮にいますってことはですよ、お珍しい。っていうことは10時になったんで次僕のターンなんですよね。なのでもうここは梅田のスカイビルを撮っちゃいましょうか。じゃあ LINE に送ってください。あじゃあもう、ああもうスカイビル撮った。よっしゃ、はい、ってことで福島駅からね折り返してきまして、もう一度大阪駅に到着です。一応ね、相方ともね合流をしまして、はい、今からねスカイビルに行って D ポイントを獲得していきたいと思います。で今あの逃げてるシムのねあっちからあの送られてきた本が今送られてきた本が今日もね、送られてきたんで今見たいと思います。ね、確実にね、芋ってますね、これ。これどこ？西宮。あ、ちょっと待って、阪神。ここに甲子園があるんですね。甲子園、甲子園、甲子園、甲子園を狙いに行くという読みですね。なんで、今何時だったの？今が10時16分なんで、さっさと梅田のスカイビルのところの、写真を撮ってでダッシュで甲子園の方に進めていきたいなと思っております。では